ます。ここまでございます。本日はですね、クッキングをしていきたいと思います。クッキングって言っても、ほんまにクッキー作るだけなんですけど、今日はね、面白いものを買ってみたんですよ。最近、心くん、都道府県のお勉強をしているんですね。小学校4年生ですから、都道府県のね、テストがあるそうです。私はね、都道府県なぜか小学校4年生の時に覚えてから、今もなお覚えてるんですけども、私の覚え方をね、心にやらせてみようと思って、まずは、北海道から沖縄まで順番に言えるようになる。そして、北海道から沖縄まで漢字で書けるようになる。最後にですね、北海道から沖縄まで場所が分かるようになる。その後に県庁所在地を覚えていくっていうような風にですね、都道府県を勉強しておりました。私はね、そこで心くんは今第3段階に入りつつあります。都道府県は全部言えるようになった。ほとんど漢字で書けるようになった。あとは場所なんですよ。都道府県の形で覚えてしまえば簡単なんですけど、都道府県の場所を覚えてほしいから心くんにこんなものを買ってみました。県民型クッキー全国セット、全国の都道府県がクッキーになるというやつですね。一度バラバラになったらね、大変なことになりそうなんで、丁寧に作っていきたいと思います。おお、すげえ。北海道、これはすごいな。これ沖縄やって、こんなにも違うんですね。まずは並べてみましょうか。めっちゃでかい。とりあえずやっていきます。頑張るぞ頑張るぞ。やっちまった。寝かしておりました。なんかこれの裏技的なものを見たんですけど、まあ、薄く伸ばして肩をはめて、そのまま冷蔵庫に入れて冷やしてから肩を抜いて焼くとすごくうまくいくみたいなアドバイスが書いてありました。あ、卵が少なかったんかな。何？お出かけですか？うん、やっぱ厚さ1センチやね。もうちょっと薄くしなあかんか。いや、ちゃうな。でっかいとこから行かなあかんな。北海道よし、とりあえずはこんな感じで、あの冷蔵庫で固めてから焼きたいと思います。何やねんで。さあ、これどこだ、わからない。そう、だからあなたは食べられへんって言ったよ。中四国。オレンジどこ？オレンジ近畿地方。よし、それではね、焼くのがめちゃくちゃ時間がかかっていくと思うんで、ちょっとずつちょっとずつで焼いていきたいと思います。これがあったかくなっとうから、2回目焼くときが問題です。こうするしかないよね。1回のやつはこれだけでいきたいと思います。なんとか。果たして成功するのでしょうか。怖いですね。頼むぞー、都道府県完成させて。なんと急いで避難させたんですけども、焦げてしまいました。まあ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 、いいでしょう。焦げてもいいでしょう。東北地方以外は分かりません。どういうこと、どういうこと、どういうこと。あの、バラバラになってました。え、いや、あとな、焼けた分から取っていったんやん。うん、そしたら、わけ分からんくなっちゃう。いい感じに焼けたやろ。うん、東北分かるやろ、東北。あ、あれね、あのこの形が何県かが分からんのね。そう、開けて。で、近畿と四国は焦げた。マジ？もうそれだけ分かったらもう十分。なやば。で、この東北の美味しそうなことやば。日本列島を作りましょうね。さあ、それが何時間かかることやら。あ、全日本に今、全日本に雪が降ってます。雪です。大雪です。粉雪。大雪やのに粉雪な。北海道、うんうん。今、大雪警報です。大雪、大雪、大雪警報。受けへんの？
わあ、日本がこんなにちっちゃくなっちゃった。つば飛ばすなよ。なんか嫌や。今こっから大声で喋んなよ。美味しそうだな。美味しそうだな。いや、これでかすぎ。何県が一番美味しそうかな。これかな。北海道かな。広角カメラにチェンジ。見て、とりあえず見て。何何クッキー。絶対チェックしたの。ダメダメやで、食べたらダメやで、うん、ちょっとじゃあクイズやからまだ答えたらあかんね、うん、ちょっと全部あるて。ないな。あるわ。ないな。何がの里島まであるわ。うわ、なんちゃいちゃりが。あ、いいや。食べたいに。食べたいに。つばを飛ばすな。やあ、心くん。心くん、ちょっと待って、お尻入ってないから心くん、ちょっと前に座っていただけませんかね。それじゃあ皆さん、お集まりいただきありがとうございます。心くんはですね、小学校4年生、都道府県を覚えておりますね。北海道から沖縄まで言えるようになったら、次は漢字で書けるようになる。これ、はい、漢字で書けるようになって、次はやらないといけないのは場所を覚えることです。場所を覚えたらもう完璧。あとは県庁所在地を覚えるだけですね。じゃあ今日はですね、ナナちゃんの味方が1人で3チームに分かれていただきます。自分が言った都道府県しか食べることができません。5個ポイントが貯まるとご褒美がもらえます。ご褒美1個目がリンゴ、10ポイント貯まるとプリン、15ポイント貯まるとメロンがもらえます。いいですよ。あ、そういうこと、うん、そういうこと、え、だから我慢せえということやな。早いもん勝ちやな。早いもん勝ちやな、はい、早いもん勝ちです。わかりましたか。じゃあ心くんからいきましょう。1個目、一番でかい北海道からね、いきましょう。食べれるねんな。うん、食べろよ。うん、あ、食べなあかんのこれ。食べなあかん。うわー、うまそう。あ、それ綺麗に取っていったら下綺麗に残るんじゃん。あ、ほんまや、下綺麗に残るわ。それやろ。かわいい。北海道噛んでみて。うわ、北海道を食べている。どうですか、美味しいですか。漬けさんのお家はなくなった。甘さ控えめでございますので、うんうん、ダイエット中の方にもね、おすすめでございます。これ綺麗に上に取ってよ、全部。うまっ。これ一人一問ずつ答えていくの。うまいな。うん、どれやって兵庫県。オッケー、このちっちゃいのも取れなかった。ちっちゃいのも取れる。そうね、淡路島な。ここ、あ、そう、あれ、それ淡路島やね。なぜか淡路が兵庫県覚えてますか。兵庫県の次は奈良ですね。一番私が混乱しました場所にございます。いいよ。焦げたやろ、近畿焦げてあのちょっとあれ、日本でな、一番ちっちゃいな、分かれ、県やからな。分かれとるわ焦げてん、ごめんね、四国。岡山、広島、山口、間違えたらブブーな。ブブー、順番抜かし。あ、そうなん。最悪よ、それやったら。じゃあ青森行っとこう無難に行けやったこいつ無難に青森ですかパパが生まれたとこの近く、近く、はい、なんていうの、そこ。愛媛県。はい、愛媛県です。はい、奈々ちゃんがいらない。じゃあ徳島もらっとくわ。はい、四国制覇しだしたの。四国奈々ちゃん、どっかこの間を攻めな。心が全部働いてます。そやで、これは最速5ポイントいくぞえ、それ岩手か、ほんまに。うん、岩手やで、合ってるで心くんに取られるから。これなんですか。秋田、山形、群馬、埼玉、千葉、東京、見てくれた。ナナ覚えてるよ、ナナ。はい、四国制覇、四国制覇しました。宮城。お、正解でございます。宮城ちょうだい。いいよ、ありがとう。じゃあ、皆さんの形のこれ。頭だな、頭だよ。長野。ん、うん、合ってる。豚さん沖縄。ナナ取ってくれるもええねんけどさ、ナナ食べてよ。新潟確かここやった気がすんねん。どれ。言うな、そのええとか。違うで。おい、おい、いや、まあとりあえずここは5つ上行きたいから、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形の5年取りましょう。リンゴジュースゲット。はい、リンゴジュースです。ナナ次、山形ゲットできる。新潟、新潟。はい、正解でございます。すごいいい感じ。あ、オレンジジュースじゃない、リンゴジュース。次、リュウちゃん押しなよ。次、リュウちゃん、リンゴジュースゲット。じゃあ、鹿児島。はい、鹿児島。下から攻めますね。下から攻める。リンゴは、あ、リンゴないです。いや、分かるところがコケトウところしかない。ちゃうやん、こっちやん。え、どれ。思い切って取ってんどれか。
新潟、え、つながっとんかな全部分かれとうで。え、大阪この2つのどっちかやねん。千葉、東京、中川、福島やったっけ。あ、頼むから早く進んで、合ってるから合ってるんや、福島。はい、福島、はい。もうな、あんたがない、大人かな、せこいねん。俺何も言ってない。はい、ナナちゃん、岐阜が向けてないか、これ。愛知、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 いいねんな。ちょっと待って、岐阜、岐阜、岐阜っていう時、岐阜、正解。やばい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 、岡山。はい。ほんまに岡山、ほんまに、うん、瀬戸橋で繋がってるから。大阪。はい、正解。栃木。どれ、これ、ここ、取ったな。うん、取ったな、うん、いいねんな。うん、うん、栃木。どう、鳥取。あと3回なあ、俺が取ろうと取っちゃって俺が取られよ。どっちやったっけな、島根。吉分東京ぐらいは。そうや、東京ここや。え、ん。え、東京ここやったっけ。え、ここ、え、ここ、カウントやめとき、カウントやめとき、やめとった方がいいよ、ここ。なんでやねん、そこも取ったやん。茨城。違う、茨城。奈々ちゃん、そんな茨城。はい。奈々ちゃん、はい、焦げたわやつ合ってるやんな。はい、広島。はい、はい、正解。絶対取るやろ。うわ、山口。はい、あ、あ、っていうことは、っていうことは、島根、ね、よかったね、よかったね。宮崎、宮崎。はい、正解。大分。10だって。当てるよ。大人げなくなってきたぞ。四国が終わった時、徳島、香川、愛媛、高知、福岡。うん、うん、どれ。ああ、うん、福岡。はい、はい、正解。はい、どうぞ。プリンです。プリンが食べられないのです。じゃあママがもらいます。ありがとうございます。熊本。はい、よし、プリン来た。プリン、プリン、不安になる。待って、待って。うわ、うわ、最低。一番わかるとこ、わかりやすいのに。東京。腹立つ言い方するな。東京の人間食ってやれ。分かったから。人口1300人です。え、1300。少ない。あ、1300万人です。ほら、待って、俺のプリンも。うん、さあ、どうぞ。どうぞ。ダメ。新潟、新潟、富山、石川。難しい。あ、ストンビガー。石川。はい、石川です、正解。はい、焦げた。焦げてないよ、それ。奈々ちゃん、取っていい。和歌山。はい、正解。京都。はい。お、富山。どうぞ。カズさんとか取ろうか。はい。福井県。福井県。石川。ちゃんと言え。奈良。はい。佐賀か長崎や。そうやね、そうやね。どっちがどっちがどっち、どっちがどっち。もうすぐメロンやで。ここは1個はかげるしかない。あ、取った。もう最悪。もう取った、もう取った。あ、いいよ、名前いいよ。せーの、佐賀。正解。パパに取られる前にあれもさっき長崎って取った。長崎。正解。え、ネズミランド。ほんまに。うん、いいねんな。あ、取ってもたで、ね、チッパ。正解。ってことは群、群馬。え、あ、そうだった、もうあかんで。取っちゃった、取ったで。群馬。はい、正解。ってことは、ってことは、ってことは、もう下取っときよ。これ埼玉県って取り。埼玉県。はい、埼玉県。くそ、もうわからんでもな。めっちゃ綺麗。東京の次わかるやろ。愛知。ブブー。嘘。だってそんなでかくないもん。今日で神奈川。なんで私を見るねん。神奈川ちゃうん。取った。神奈川、正解。オッケー、メロン。あ、ほんまや、メロンや。ほんまや。はい、メロンです。どうぞ、ご褒美のメロン。もう正解しんでいい、もう正解しんでいい。なんでクッキーやんの。もう正解しんでいい。静岡県。はい、メロン。もうあと4つです。もう所君いらんて。メロン、メロンか。メロンね。はい、メロンです。まあ、とりあえず答えるわ。もう分からん。ここ山梨じゃない。あ、心くん取っちゃった。違うかった、違うかった、それ滋賀。愛知。あなたが取ったなら滋賀。愛知。はい、正解。はい、愛知、正解。で、三重。うん、三重。はい、正解。滋賀がさっき取ってんの。滋賀取ったから。京都かな。大阪、兵庫、奈良。
クリアしまーす。綺麗になくなりました。もう作りません。それではいいおやつの時間でしたね、はい、お勉強にもなし、美味しいおやつが食べれるし良かったですね。俺一個もご褒美はお勉強もなし。ご褒美はい。